じゃあお腹のトリートメントを行います。まず温めますね。はい、でお腹が冷えてる人は、うん、内臓の状態も悪いです。はい、そう当然ね、うん、中に入ってるものなので、やっぱり冷えに弱いですね。自分で熱を作る機能が落ちてる、うん。そうですね。やっぱりあの特に姿勢悪かったりするとこうなっちゃってるともうここ全然動かないですからね。やっぱりこう伸ばしたりとかこう動きがないと、うん、やっぱりあの。狭くなっちゃいますよね。なんかあのこう伸び伸びとねあの正しい位置にいるためにはこうちょっとやっぱり腹筋の支えだったりとか、うん、やっぱり条件がねいくつか必要な条件っていうかあるんで、うんうん、やっぱりあんまり動かないとか、うんうん、あのお腹潰すような体勢取ってしまってるとか、気がないと守れないですもんね。お腹周りって肋骨と、そうなんですよね。うん、だからこの、ね、骨はねもう背骨しかこの中ってないので、うん、あのやっぱり崩れやすい部分ですよね。うん、でも腹筋背筋ってなかなかなんですよね。そうですね。落ちちゃうし、つきにくいっていうか、すごい難しい。呼吸をしっかりすると、うんうん、それだけでもだいぶふーって吐き切るとか、うんうん、あの普段立ってる時とか座ってる時とかにはーって やりすぎないってこととか、うん、少しやっぱり意識的に引き締めておく必要はありますよね。うんうん、そういうことだけでできるってことですね。それでこれが、まあ、やっぱり、ね、普段の動作っていうのが一番大きいので、やっぱりたまに週に1回運動しても他の24時間のかける6日お腹ダブンってさせてたらやっぱりねあんまりねうんって感じなので、逆に大して運動しなくても日頃からそんなダブダブさせちゃわないようなたくさん食べ過ぎるとか、うん、あのお腹を力抜いてるとかっていう風にしなければ生活面が大きいんで、1日30分でも正しく立ってれば他に運動は何もいらないっていう、説もあるぐらい、日常動作が大きく関わってきます。ちょっと両膝を立てていただいていいですか。両膝立てる、はい、そうですね、これですね、はい、お腹張ってますね。張ってる、うん、うん、張ってますね。張ってると何があるんですか。ガスが溜まってるとか、うん、内臓脂肪がついててもお腹硬くなりますね。ちょっとどっちかわかんないですけど、後者じゃないのよ。そうですね。怖い怖い。、まあ、やっぱりね、なんか燃焼させないと大して食べてないって思っててもやっぱりその
基礎代謝とかって落ちてくるので、うんうんうん、太ってきちゃったりしますよね、うん、年々ね、うんうん、だからあの結構意外とね見た目はそうでもなくても実はっていうのもありますから、ね、そうですね、まあ、その辺も兼ねてちょっとチェックはするといいかなとは思いますね。はい、実際ガスが溜まってると自分でもなんかお腹が苦しいような、うん、張ってるようなっていう感じがしたりとか、うん、あのおならが臭いっていうのがあったりとか、うん、そうですね、なんか食欲が湧かないとかそういうことが出てきますけど、どうですかね、どれか当たる思い当たるところありますか、うん、あるようなないような、だから、うん、はっきり言って、はい、よくわからない。あ、そうですね。自分の体に、ね、そうですね。だから匂いとかもやっぱりあの結構気がつかないっていうね、うん。その辺も難しいかもしれないですね。痛みもありますかね。硬いですね。うん、あるような。理由がないような結構鈍感な、なんかやっぱり自分の体にもともと無頓着なんでしょうね。あ、この辺がホコホコしてますね。そう、無頓着だな。さすがに内臓までは気にしなかった。でも、うん、ちょっと弱ってますね。そうなんですよね。だからやっぱりこう、うん、ちょっとこう反応も鈍いっていう感じありますね。あ、ここ苦しいかも、うん、苦しいかも、なんかうーってなって、うん、そう、いや、それはやっぱり溜まってるからですね。あ、溜まってるんですね、うん、ガス溜まってて、うん、あの行き場がないっていうかなんか中で、そう、パンパンになってるから抑えられると苦しい感じが、 あ、それか、うん、だと思うんですよね。それすらよくわからなかったね。やっぱりわからない、言われないとこれがこうなんだよって教えてくれないと全然体に自覚がないから、いろいろ教えてもらって分かってますもんね、私ね。全然分かってなかったもんな、これが。なんか意外とね、まあ子供が優先になりますしね。私の予想なんですけど、うん、スポーツやる人って多分自己犠牲好きなんですよね。なんか私の母とかもそうなんですけど、なんか文化系の人の方が自分好きっていう か無理かけない。スポーツやる人ってやっぱり団体戦とかだと特にそうだと思うんですけど、はい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 、自分の都合ではできないじゃないですか、うん、我慢が必要になるじゃないですか、うん、まあ、我慢が美徳っていうか、うん、まあ、やっぱりこう多少なんかあっても窮地に立たされても最後まで気抜くなみたいなのとか、うん、いや、それスポーツ根性って体に悪いんじゃないかなっていうあの私のあのなんか推理があります。あのそういうことやってた方ってかなり自分を痛めるまでやっちゃうから、なんかそういう怪我するのとかもそうじゃないですか、あのこっちチームのためだとか、うん、これにこの一戦にかかってるとかがあるから、うん、疲れてもやるとか痛くてもやるとかやるわけじゃないですか、うんうん、その辺あると思うんですよね。頑張っちゃう人は痛めちゃう、うん、頑張っちゃう人はぎっくり腰とかにもなるまで追いやっちゃう、うん、なんかそういう気質があるような気がします。ある意味当たってる、うん、膝を左膝が壊れてるじゃないですか、うん、私ね、うん、で
中学校2年の時のソフトボールのキャッチャーの時に膝をバン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 地面にぶつけて、うん、痛かったわけですよね。多少ね、でそれがまあ、うん、要は最初のうちだと、うん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 、あのひび割れで済んでたのが、はい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 、ひび割れからまだ我慢してずんずんボン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 まだぶつけてたから割れたんですよ、うんうん、で割れて神経にぶつかるぐらいパカパカさせるまでやったから、はい、痛みが生じ、うん、手術で取り切ったっていうです、ね、だからそれは、うん、その前に分かるだろうっていうツッコミがあったんですよ。どうしてそこまでやったんだっていうっていうツッコミがあったけど、うん、当人は別にね、うんうん、そこは、うんうん、このままやったら私の足は今後どうなるんだみたいなのはなかったんですか。初めての怪我だから分かんないんですよね。っていうこと、そこはありましたよ。中二ってバカじゃないですか。まあまあまあ。こう言われたこうだとか、これが怪我だって言われたあ怪我かとか、そういうことかもしれない。その時にたた、頭に入ってた内容が自分の身を守るとかいう頭の観念がなかったのかな。それで運動を押し込められたら多分そう。うんっていうやってると、でもあのなんかその限界のこれは無理っていう痛みに来ませんか、それ割れるとかってさあ、うん、だから分かんないんですよね。あもうあんま覚えてないですか。てかね、はい、突然登校中に、はあはいはいはい、足を引きずって、うん、あの遅刻しちゃうっていう状況になって、初めてそっから学校の保健室直行してそこから入院直接入院、うん、そこなんかそのコーチとか見てて言わないんですか、ね、なんかねどうなんかうあいつ動きおかしいなとかのそのなんか膝引きずって遅刻の前になんかもうちょいなんかこうあるんじゃないですかこう予兆が。わかん覚えてないですけどね、昔のことだから、ね、緩かったんすかね、まあいっかみたいな。親とかも何も言わなかったですか、うん、言わなかった、私が言わなかったんじゃないですか。今考えておかしい話ですけど、まあ、自分の娘がそうだったらちょっとそこまでほっとくなんてみたいな気持ちしますよ ね、 ねちょっとね。まあね、そのね中学校2年生はそう、それこそ体に無頓着じゃないですかね、やっぱり。そうなんですね、意外と。私は辛いことは我慢ができない立場なので、逆にもそれも分かんないんですけど私もさっぱり分かんないですよ、うん、分かんないけどなっちゃったんですね。なっちゃった、うん、もうしょうがないですね。1位当たってますよ、だからそれ、うん、頑張ってる自分が好きとかもあるのかもしれないですね意地悪な言い方あ意地悪ですか、うんうん、そうかもしれないね、うん、いいんですよ。だからやっぱりそういう人がいて、社会がねこう頑張る人がいて社会貢献になっているとは思うんですけど、やっぱなんかもうちょっと体のこともいたわんた方がいいのにっていう、うん、そこまでほっとくなんてみたいな人多いですね。うん、なんかやっぱり当たってるよ、うん、結構なんかあれなんですかね、自分への愛情の問題とかもあるんですかね。自分のことが大好きな人、そんなに自分が辛いことないような気がする。あー、そういうのなんかすごいそれでもそれをそうやって認識してやってるとは思えないけど、ね、まあそうですね。そう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 、そうなんですけどね。そう、でもね結構ね倒れるまでっていう人ね、うんうん、わかんないですけどね、みんないろいろ、うん、でも一理その見方当たってるんじゃないですか、うんうん、そんな気がそんな気がしてきた、うんうん、ここ硬いですね、うん、これは何ここ痛いまあやっぱり腰の張りがごめんなさい、こっちにですか。まあ、腰方形筋、この肋骨と骨盤支えてる筋肉ですね、はいはい、が縮んでる？
まあそうですね、伸びが悪くなってますね、はい、すっごい痛いですね、はい、伸ばさないからですね普段伸ばしてないから、うん、体の、うん、の伸ばそうとしても伸びきらないから痛いです、うん、くっついちゃってる、くっつくっていうか、まあまあ、うん、ですね、痛い痛い痛い、まあ、かなり硬くなってますね、うん、縮んじゃってる、まあそうですね、こっちにこうちょっといいですか、痛いですか、うん、大丈夫ですか、気持ちいい、はい、うん、いや、ほんと腰痛めてたんですね、うん、腰良くないですよ、ね、あ、なんかすごい、いろいろ剥がれて、はい、剥がれて外れて、はい、なんて言うんですか、なんか無防備になってる感がわかります、はい、あ、そうですね、だから、まあ、まあガードしてるんですね、いわば、うん、あの緩んでる場合じゃないと、うん、これはもう体が今痛いんだというので、うん、緊急事態だというふうに固くなってるの で、うん、でここも今の腰の部分もこの何て言うんだっけ、うんうん、あ、腰方形筋、うん、はい、もう、はい、守るために縮んでるんだ、うーん、どっちが先か分かんないけど、まあ、まあ両方あるんですよ、だから伸ばさないから縮むのもあるし、うん、あの状態が良くないから伸ばすようなリラックスした状態になれないっていうのもあるし、うん、うん、まあ、警戒信号が入ってて縮めっていう命令が出てるとも言えます、うんうん、わあ腰やばい腰、いや痛くないですよ、はい、これはね、ただ無防備になってる感が、うん、あ、でそれで腰が痛んでる感がすごく、うん、ああ痛めてしまってる腰、傷ついてる感じがする腰が、あ、まあ傷つきもしますね、うん、あ、まあそうか、うん、やっぱり負担がかかり続けてると、うん、筋繊維ダメージが出てきますから、うん、あ、なんか無防備で怖い、ね、まあまあまあ、まあ、うん、でも大丈夫ですか、うん、大丈夫、はいはい、痛くはないです、はい、不安がね、うん、不安になりますか、うん、無防備の不安、うん、あ、そうですね、多分だからここをいつも縮めたいんですよ、言ったら、うんうんうん、あのね、凝ってるところって守りたくなるので、うん、こういう風になるんですよ、で伸ばすとだから不安になる、だから伸ばすと不安になるんですよここは伸ばしちゃいけないんじゃないかっていう、正直、じゃあ正直ですね、私、そうですね、うん、あ、分かってるってことですね多分でも無意識化で なることなので、嫌な感じがするっていうのは誰でも出てくると思いますよ、ああ、うん、そうですか、弱ってるところは見せたくないっていう感じですよね、うん、うん、あの攻撃されるんじゃないかという不安が出るということですよね、うん、
でも前より少し痩せましたね。ですか？うん。お腹は少し小さくなった気がします。セコさんの施術のおかげかも。食べるものも何も変わりはないとは思うけど、はい、でもああなんか、うんうん、それこそまあ姿勢よくしようとか、はい、そっち方面ですか？でもそれは確かにあの、うん、いいんですよね。やっぱり意識することで、うん、ウエストも締まりますね、うん、やっぱりお腹と背中に筋肉がつかないことがすごいね。つけようじゃないけど、まあ、日常生活とかなんかの時に、うんうん、姿勢保ったらお腹とあないからそうそう筋肉がないっていうことを、うんうんうん、自覚するじゃないですか、うん、っていうとピッてなんか閉まるっていうか、うん、使うっていうか、うん、そういうことが、うん、多くはやったと思ってるけど、うん、どうだろう。まあ、でもそれ思うだけで ね、いいですから、うん、やっぱり気にしない思わないのが怖いんで、うん、あそこ硬い。そうですね。ここですね。でも前より嫌な感じないですよね。うん、ないですね、はい、前押されたとこだと思って、うん、今分かった、はい、めっちゃ痛かったとこですよね。そうです、めちゃくちゃ嫌がってました、うん、全然はい平気ですよね、うん、あでもここ痛い。でも、うん、硬いは硬いんで、うん、でもあの以前みたいな極端ですね、うん、そういう反応はないですね。うん、はい、入っていきますね。以来に比べるとそうですね。ね、嬉しいです。ああ、気持ちいいけど痛い。はい、どうぞ。今すごいお腹あったかくなりましたね。こうされるとすごい良くなるんですよね。なんか、はい、うん、あの一気に変わる感じがしますよね、うん、お住まいと押した子みたいな。そうですね、うん、あの結構腰痛の半分以上は大腰筋、まあ、腸腰筋って言われますけど、うん。
で両膝立ててください、はいはい、で吸って吐いて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 、はい、ではまた吸って吐いて吸って吐いて吸って吐いて、吸って吐いて吸って吐きます。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 はい、吸って吐きます。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 吸ってはい、楽にします。うん、だいぶお腹がね柔らかくなりましたね。ぷよんぷよん、まあ、ね、柔らかくなってますね。うん、うん、あ、そう、柔らかいけど、うん、なんだろう、身が詰まってる感じがする。弾力があるっていうことですね、うんうん、はい、お腹の本来の状態ですね。柔らかいんだけどスカスカしてないってことですよね。でもやっぱり変な硬さがあったんですけど、今すごいいい弾力がこう出てますよね。あの、どっかで止まるっていう感じもなく、あ、ないないない、そうですね、うん、あ、すごいすごい、お腹の調子がね良くなってきてると思うので、うん、はい、これで止めますね。すごい今ね、血行が良くなってピンク色ですね。あ、そうですか。あ、見えない、はい、見えますよ、はい、わかりました、わかりました、はい、はい、最初押さえるとちょっと苦しいような痛いようなっていうのがあったと思うんですけど、うん、あの、特にこの辺ね、そこ痛いって苦しいとおっしゃってたんですけど、ないですよね。ないです、はい、うん、腰も楽になりますし、あ、そうですね、あの、スタイルも良くなるんですよね。あの、腰が、くびれがきちんと出る感じなので、うん、はい、腰、うん、はい、あったかくなった腰も、はい、あ、じゃあちょっと一旦立ち上がってみますか、ね、はい、ね、あ、そうですね、出ましたね、くびれがね、やっぱり出てますね、出てますね、はい、
ウエストラインがねちょっと 最初よりもすっきりした感じがあって、うん、そうです ねお腹もねあのすごい今あったかいあったかいなんですよね、うん、はい、それで普段お腹が冷えてるんですよね、はい、そうですよね。あんまり触ってないですか。触ってないですね、うん、多分ねお腹ね普段は今日冷たい こんなにはポカポカ絶対してないと思います。してないですよ。ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらグッドボタン、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。